やるじゃん、ふと。やるじゃん。ふとやるじゃん。攻撃戦闘力上から目線の攻撃戦初めて見た。60ぐらいあれば。受け身取るんだ。俺やってんの、やってんの、スマブラを。ジャンプあるけど、無理じゃん、じゃあ。これで10スト取る。はい、ということで。今回の小池戦闘力はこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。はい、ふとです。割り扱いです。いや、ミスターアイアンマン、ふとに来ていただきました。よろしくお願いします。嬉しいのか、ミスターアイアンマン。いや、そんなことは。なんでよ、ミスターアイアンマンでしょ。見てましたよ。ふと君のこと多分あれじゃない、割り扱いじゃなくて、まあ、そもそもアイアンマンの人と思ってる人。ミスターアイアンマンですよ。割り扱いと思ってる人の方が少ない。キンクル使いかアイアンマン。まあ確かに、ね、そう、キンクル使いはある。だから今大きい声で言ったのね。そうだよ、割りを使いです。声を大にしてね、言ってましたけども。一番知ってほしいところ。いや、割りを強かったですよ。先日の梅村で言ったら、ねねちゃんとやってて、はい、そうですね、本当にコテンパンと、あのこと。ボコボコ。あ、もう、その、1引くあれもなかったっすよね、正直ね。まあ、正直。そうっすよね。相性も相性なんで。ああ、まあ、でもそれぐらい強かった。スマブラハウス倒すんじゃない、これも負けてるし、特に。ああ、そうかも。もうスマブラハウス俺が勝ってます。まあまだじゃあクリアできてないね。はい、タイマーはいらない。さあ、ということで、じゃあ早速ね、アイアンマンをと言いたいところなんですけれども、小池戦闘力ですか。アイアンマンやります。小池戦闘力アイアンマン編。何それ。全キャラで小池さんを倒す。長くなりそうで。俺が辛いじゃん。もう辛くなって俺が手抜けるじゃん、それ。まあ、そうですね、いきなりとこみたいな。はい、ということでね、ふと君前回出てくれた時、僕仕事かなんかで入れなくて、そう、ねねさんが代わりにやったんですけど、はい、そう、ねねちゃんがやって、でもさすがにね、ちゃんとやらないとね、ちょっとちゃんとやりたいなというところと、僕自身がまあ喫煙所でね、よくお会いしてたんで、ふと君に喫煙仲間じゃないですか。カメメ、小池、ふと、足も、ガクト、タケラ、タケラ、大体いる人。そう、大体いる。あと一回も吸ったことないのになぜかいるフィリップ。絶対ついてきます。絶対いる、絶対いるんだけど。何のキャラクターでもいいです。私はキンクルでもいいですし。まあサイコロでもいいしね。うん、サイコロで、サイコロで決めるんですよ。サイコロでじゃあミーの編成決める。辛すぎ。本当に何でも。ああ、ワリオなんだ。一番使うのはワリオでしょう。でも最近一番使ったのはハテナだよね。確かに。最近一番使ったのは多分カムイだね。ちょっともちろんね、皆さん、アイアンマン、サイコロアイアンマンの話も、カメメと、それからフト君でしてもらいますんで、まあ、まずはね、フト君が本当に化け物なんだよっていうところを見ていただけたらなと思います。じゃあもうフト君のタイミングでよろしくお願いします。はい。ちなみにこのカードは、めんどくさいです。だよな。本当に。いや、俺あると思ってるよ。無理なんだけど。めんどくさいです。めんどくさい。しかも倒すってなると余計めんどくさくなるから。スマブラハウス公式の早く、やっぱり小池さん勝利そそみたい。火力が高いか、57% か。57%? 37%。じゃなくて、もうこっから先は 57% まで見えるなと思って。やるじゃん、ふと。やるじゃん。ふとやるじゃん。攻撃戦闘力上から目線の攻撃さん初めて見た。久々、久々。まずいか、これ、こいつマジで、本当に。え、大丈夫。俺、見てるから。いいね、俺、見てんだよ。大丈夫、それ、サイコロアイアンマンじゃない、見てたの。そう、こうやって見てんの、俺。知ってんの。ちょっと待って待って。情報取れた、小木さん。やばいかもね、みんな。これ、やばいかも。お前。でも、ワリオ自体はこれルールあんま弱いよね。あんまり良くない。まあ、素子強いから。はいはいはい。もうテーパーの素子がないんだよね、ワリオって。やばい。ちょっとダメージを与えないと。そう。60ぐらいあれば。受け身取るんだ。俺やってんの、やってんの、スマブラを。最近オフやったばっかだもんね。ちょっとダメ！ああ、狙い。出ないね。出ないね。今出なかったね。なんでジャンプあるけど、無理じゃん、じゃあ。これで10スト取る。空前小月で。危ねえ。いや、おなら使いたいね。最大限使うなら最大貯めてらんないから。待って、食らっちゃうのこれ。なんでそんなにやめて。おい、知らないっすこれ。ただ小突いて、まだジャンプあります。逃がして。いやいや、いや、運がいい。これ運ゲーです。あ、内外、内外運、これ、あ、偉い。ああ、当てに行っちゃった。当てに行くな、ガノンは。ガノンは当てに行くな、ガノンは。
これね、そう、デカキャラとか、人型デカキャラは入るかな。そうなんだ。なんか、ちょっと怪しいけど。落下早いキャラとデカいキャラは大体入る。そうね。見たことなかった。おい、あの自分が。あれか、なんか、ね、もう飽きてんのか、俺の戦いに。お前ら、その解説とかいいんだよ、まだ。え、解説いらないですか、この企画って。いらねえ。おい、これや。小木さん頑張れ。いや、重いよ、この人。小木さん頑張れ。あなたの方が重いです。攻撃。はい、死んだ。はい。まあでもね、冷静だね。他の人もっと焦るんだけど、なんか淡々と倒していく。あ、これ終わりっすね。当たんねんだけど、マジで。あー、こいつうめえ。終わりっす、ね。こいつうめえ。積んでたな。積んでます。頑張って空死亡したのは偉かったのにね。ちゃんとなんか怠慢の動きしてるね。いやー、もう空死だって癖になってるの。やめてやめて。やめろ、おならやめろ。小木さん、おならまだ全然溜まってないです。え、まだ弱いやつ、うん、ちょっと、ありますあります、これ。おお、やったね、今のは。今のやったね。ここから焦ってくるでしょ、人が。さすがの太も。いや、メンタル鍛えられたんで、160時間だっけ。今の太くんの気持ちは、食う前こいつ受け身取んねえのかよ。割り使い結構あるあるなんだよな、これ。あ、いや、ごめん。ちょっとこのままで倒したい。あ、しんどい。しんどい、苦しいよ。判定が強いんじゃ。ああ、おならか。いや、これ死なないっすね。あ、死にましたね、うん。まあまあ、おならはさんね。おならは6%でしょ、マジで。くなら。当たるわけもなく。そんな当たるやついないですよ、小木さん、横様とか。さすがにか。さすがにいねえっすよ。おい、さすがにっすよ。そんな当たるやついないですよ、内側なんて特に。まあ、回避するけどね。いや、しないっす。強い。なんか、誰かの尻尾。いや、しないっすよ。やべ。あ、届かな。今俺の空母勝ちじゃん、今のは。くたばれ。出てない。え、うまい。はい、はい、いいの？またメテオだよ、メテオだよ。終わった。はい。メテオだよ、メテオだよ。圧がすごい。クチプの圧。ま、やだ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 。やだ。うまっ、うまい。惜しい。え、危な。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、上手。死ぬんだってか。1分後溜まってたね。あ、溜まってた。あ、本当。やべやべやべ。やだ、俺この人普通に。あんなに仲良かったのに。もうやだやだ。はい。やべ。はい。あ、ダメだよね。ごめん。無駄無駄ないよ。帰れない帰れない。十。すごいな、普通に。ワリオで10は。ねえ、なんで？あんな死んでしたのに。ムカつくんだけど。ムカついております。殿下のほど破られたもんね、今。よし。でも久々じゃないですか、2桁。2桁ね。うん、2桁強いわ。やるな、強い。2桁強い。なんか、結構最近ずっとまで1桁。俺、空で9とか。いや、強え、マジで。うまいっす。この特有のやつ出ました。やばい、やばいやつ。120% からさ、149% ぐらいまでで最後、うん。何の攻撃が当たるのか、もう、何にも当たらない。あ、まあ、なんか下強とか振っても当たんないしね。無理でしたね、うん。地獄でした。でも空車は当たったね。空車だけ。空車でしか死んでない。空車全部空車。確かに。苦しまへんの空車3回。この手癖やめたいとかその手癖が一番刺さってる。キンクルや。いや、俺も見たい。あ、キンクル多分もっといけると思うんだよね。多分いける。俺もいけると思う。いや、このカード結構諸説ある。本当に？ある。って言われてるらしいんだよね。後ろ投げしたら勝てるけど。まあ、そりゃそうね。まあ、投げるのがしんどいでも多分気づくよ、途中で。こいつキンクル対策できてる。そう、さっきも言ってた。じゃあ、もう一個言おうか。すいません、はい。番外編ということで。うん、
あの、ふとくんの前回キングクルールがねねさんってやったんですよ。はいはいはい、はい、で俺とやってないん で俺の逆指名でやっぱふとくん呼ぼうってなったのってキングクルール、あの出てきた時最初はね、そうだったんで、ちょぜひお願いしてもいいですか。渋々な顔でね、4ストックよ。でも多分処理だよこれは。俺がね、これ20ストックいける。俺がね、俺が4、小池さんが4ストック取るんですか。もうルール変わってきてるわこれ。まあ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  DA が入りますと、でクエヌですか。まず1。まず1。あれなんで俺反転上見れた。あーそれ忘れた。分かってる。はい、分かってる。おお、横浜ミスト。はい。え、うざい、この人。はい、はい。からの、はい。そうだったー。ほい。死ぬ？死んだ。ああ、うめえわ。ごめんね、ごめんね。分かった。これ、やばいか。回避だと思った。回避、回避。え、はい。このルールにおいて、重さ制限もしかして。いやー、結局でも弱いとこ弱いから、まあ、腹筋強い分まだね。ね、待って待って緊張しないで。圧これ。圧だねこれ。当たらないから当たらないから当たらないから、ジャンパコヌンヌン。で、王冠投げるんでしょ。え、でかどこ。奥さん大丈夫ですか。何が、そういうこと言わないで。ごめんなさい。うわ、怖いね、今。あ、意外と組織が難しい、まあ、確かにね、むずそうだね。当たってないけど。あと、もうキンクルなんて使ってないよね、しばらくは。だよね。でも、相手出てきたら使うでしょ。でも、空使いたい。すげえ、それマジで。猫。でもやってしない人って。もう横の音で分かったね。もう DA でいいわっつって。横スマッシュでもいいね。ホールドできたね今多分。よしよし。おい。え、うん、小池さんの。やばい、こいつだって2回目だからずるいもん普通に。俺の。ずるくはないし、それ別に俺のじゃないし。で、待って、うまい。ワリオより強いぞ。ちょっと待って、これマジやばい。でしょ。あー、どうぞ。何今の、何今の。クエの一段。だよね。初めて見た。やば。何この人の前管理。独特だよね、独特、マジで。なんか、いけそうでいけねえんだよ。うん、ま、マジで、そう、そうなんだよ。え、早っ。はいはい。小池さん、これはこれでいいじゃん。全部これでいい。気づいた。やばいこれ。分かってるけど。あ、気づいちゃったかも。これで上見始まるかもしれない。確かに。ブン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 。うざい。釣られた。目って合わなそうだね、全然。あ、なんか目って大きそう。いや、そうね、そうね、そうね、そのクエヌね、知ってんだ。そりゃそうだよな、当たり前だよな。俺言わないでおこうと思ってたのに、ずっと言わないでおこうとかあるか。知れないわけがないんだよな。はい、上がるよ。おお。それちょうだい。やばい、いらない、ぽい。くそばれやりますね。ありがとうございます。ロジカルでした、今のは。つったね、久々にちゃんとした横綱見た。惜しい。意外と座れちゃうんだ。座れねえ。あ、あ、その甘えたやつ、ちょっムカつく。大打ちでいいんだ、大打ちでいいんだよ。俺はもう負けてるんだから、試合には。まだ負けてないですよ。ワリオ以上いかなければ。ごめん、ごめん。
おっしゃ見えてるよ。ジャパコ、今日のジャパコ見えてる。はい、見えてる。あ、見えてる。ムカつくんですけど。はい、飛ばして。小木さん、そう、回避しねえんだよな、全然。えらい。マジか。負けるね。これ全然座れちゃうから。ね、思ったより。なんか一方的にね、ジャスがしてる。最近練習してる。できるんだ、小木さん、ガーッと話すこと。できる。おい。あんたが、くそ。さっきこれでいいじゃないかって言ってたじゃないか。今だ、倒してからね。確定だったからな。何それ。うわい、これなんかよく持ってる。早いんだよな、こいつ。これで一緒か、ワリオと。うん、一緒。まあ、どっちがメインキャラかになってまだ。ジャスガからの反転ウェビーで、もう俺超かっこよく終わったと思って。確かに、普通に分かった。久しぶり久しぶり久しぶり、キンクリに刺しただけは本当にやばい。アップで。あー、こいつマジでうめえ。スマブラがうまいよ。いやー、メインキャラ決まったね。ワリオです。マジでうまい。でもその食えぬ。欲しいですか、ガノンも。やべ、欲しい。いや、でも食えぬはこれでいい。これそうですね。えいぬるぬるですか。あ、ちょっと取れなかった。待って、さすがに死ぬよね。さすがにだよ。はい。いや、強えわ。11? 11。やっぱ、やっぱがっつり基礎絡んでくると、そうですね。伸びるね。そう、さすがに。いや、でも、ふとくん、ありがとうございます。ちょっとわがままで、2回もやってもらっちゃいましたけど、使ってないキングクルールを。メインキャラ決まったね。誰の使わない、こんなキャラ。こんなキャラって言わないでよ。かっこいいじゃん、キンクルボ、ね。はい。ということで、ふとくんに2回も攻撃戦努力していただきましたが、この後はですよ、ミスターアイアンマン、ふとによる、サイコロアイアンマンの感想をちょっと聞きたいなと。そうね、感想と言いますか、何が辛くて、何があって、130時間はい、130時間を人は走り抜いたのか、160か160時間を走り抜いたのかっていうのをちょっと聞きたいなと思ってるんですよ。あの、ふとくんの前情報も多分、俺も分かんないし、例えば、64のキャラとかほとんど触ったことないんですよ。例えば、うん、もしかしたらそういうのもあるかもしれないし、なんかそういうところを聞いていきたいのと、ね、新たなアイアンマンをやっていただきたいわけですよ。そのここじゃないですよ。すっごい顔してるじゃん。いや、ここでやったら俺寝、ここでやらない。とりあえず今から寝ようかなってなるよね。やっぱアイアンマンといえばやっぱふとめちゃくちゃトレンド入りしてたじゃないですか。確かに。はい。なんでなんかまたいいねアイアンマンの企画があったらぜひね頑張っていただきたいなと思うんで、ちょっとそれを考えようかなと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。さよなら。